皆さん、こんにちは。今回は、ローソンで、本当にうまい激推し品教えてお送りいたします。ではでは行ってみよう、ゆっくりしていってね。昔ローソンでバイトしていました。私のおすすめはアイス抹茶ラテです。あまり甘くない抹茶ラテが好きな方は試してみてください。ほうじ茶ラテも甘さ控えめでおすすめです。仕事終わりにアイスほうじ茶ラテ飲んだ。すごい美味しくて疲れも飛んだ。コーヒー控えてるからほうじ茶ラテとか抹茶ラテあるの助かる。ローソンの大好き。やっぱりもち食感ロール。普通のロールケーキとは違って適度な弾力のある生地ですごく美味しいよね。クリームもミルキーで口どけがふわっとしてる。その中でも豆大福のやつ大好き。甘いクリームとほんのり塩気のお豆が最高に合う。ドラモッチ、あんことホイップが絶妙なバランスで美味しい。もうどら焼きの生地がもちもちでたまらない。甘さもちょうどいいよね。これは定期的に買ってしまうやつ。初めて食べたときもちもちしてて美味しかった。あんこが甘すぎないのも食べやすかった。リッチミルクバーが美味しかった。市販でこんなに牛乳の風味がするアイスなかなかないなと思った。あっさりした甘さで食べやすいし、コクもちゃんとあるのに牛乳の旨味みたいのが感じれてすごく美味しい。これすごく美味しかった。北海道で食べた牛乳ソフトクリームみたいだった。なんか絶対知ってる味って食べながらずっと考えてた。食べ終わってから昔のホームランバーだってなった。もちろんホームランバーよりお上品だけど、あのミルクたっぷりの懐かしい味だったよ。チーズケーキがお気に入りです。ヨーグルトっぽい酸味にあるチーズケーキで濃厚だけどさっぱりと食べれる。きなこ揚げパン、なんだかんだ行くとドラモッチと唐揚げくん買っちゃう。メープルかかったミックスナッツ、いつも職場のおやつに買ってる。メープルのいい香りがたまらないよね。甘くて食べやすくてカリッと食感が最高に美味しい。フルーツタルト、甘酸っぱいフルーツたっぷりで贅沢な美味しさ。クリームと果物のバランスがいい。ごほうびスティックケーキ美味しかった。大きさも食べ応えもあっていちごショートみたいな感じ。ケーキを食べたいけどそんなに量食べれない人におすすめ。モンブランの方めっちゃ美味しかった。マロンクリームが滑らかで栗もしっかりと甘くて美味しかった。ホイップの口どけも滑らかでこれはまた力気する。唐揚げくんでしょ。期間限定でいろんな味出るけどやっぱりレギュラーとチーズがうまい。唐揚げくんは昔から味が変わらなくてずっと美味しい。レモン味が好きなんだけど、あれって限定なのかな。いつもレモンかレッドばかり買っちゃう。レッドと期間限定が好き。最近ハマっててさっき買ってきたけど、揚げたてでめちゃくちゃ美味しかった。1個じゃ足りないわ。ローソンのパン美味しいイメージ。チョコレート入りのメロンパンが好き。中にチョコチップ入りのホイップクリームが入っててチョコチップのカリカリ感がいいよね。かぼちゃコロッケ期間限定だけど始まるといつも買う。バスチー好きだったけどなくなったの。公式サイト見たら5月27日発売になってました。一時的に販売休止してたのかな。懐かしコーナーにあるワッフルとスコーン。次は私をメロンパン。テレビで見て買いに行ったけどめちゃ美味しかった。値段も高くないしリピートしたよ。じわっと口に広がるバターの香りが最高。メロンパンの外側がザクザクしててクッキー感あって美味しかった。これ美味しそう。明日にでも買いに行ってみよう。鉄分が取れるといいキャラメルコーン食べたいのにローソンが近くにない。鉄分取れるキャラメルコーン美味しい。甘いから食べ過ぎたら良くないかな。一応お菓子やめているダイエット中。冷凍のカヌレ、焦がしバターが香ってすごく美味しい。オーブントースターで焼いて食べると外側カリカリ、中はもちもちで、コンビニスイーツとは思えないくらいの味わい。焼き直してもそのまま食べても生地がむっちりしててどっちでも美味しかった。最近見ないけど、厚焼き卵のサンドイッチ。うちカフェスイーツワッフルコーンバニラソフト。牛乳をそのまま固めたかのようなクリームでミルクの甘さがしっかりと感じられるアイスだよね。プチシュークリーム、12個くらい入ったやつ。一口がミニサイズだからシェアして食べれるのがいい。甘さ控えめなカスタードで12個も入ってるけど気づいたら全部なくなってた。ローソン行ったら必ず買うのが焼きビーフン。味付けがめちゃくちゃいい。ビーフン好きでいろいろ食べてるけど一番好き。中華風の味付けで野菜がたくさん入ってるからボリューム満点で満足感ある。歯ごたえもいいからずっとリピしてる。ビービーの冷凍食品の小籠包美味しい。ただどこの店舗にもあるわけじゃないのが惜しい。
生地がもちもちっとしててうまい。食べるとスープが出てきて味も癖もなくほんと美味しい。ドトールのハニーカフェオレが好きなんだけど、近くにないんでこれよく飲んでる。十分美味しい。蜂蜜の甘さがすごい。甘めのカフェラテ好きな人とかにおすすめ。砂糖みたいな嫌な甘さじゃなくてまろやかでコクがある。糖分で疲れも飛びそう。店内調理のおにぎりが好きなんだけど、やってる店が少ない。店内調理のおにぎりすごい美味しい。具もたっぷり入ってるから満足できる。1食分の鉄分が取れるココアが美味しいです。鉄分系ドリンクの中で一番好き。アイスメガカフェラテめっちゃでかいよね。毎年夏になるとこれよ。お値段的にもお得だよね。あのサイズで400円しないのはありがたい。ドライフルーツとかナッツが入ったヨーグルト、程よい甘さでレーズンとかドライパパイヤ、ドライクランベリーが入ってるからヨーグルトの酸味とドライフルーツの調和が美味しい。ローソン限定のカエルのクラフトビール、グレープフルーツのような爽やかな香りで甘めながらすっきりとしたビール、週末とかのゆっくりしたい時間に飲みたい。三元豚の厚切りロースカツ、美味しいから夕食のおかずによく買ってる。店舗にもよるだろうけど、夕方行くと半額になってたりする。クーポンも併用するともっとお得に買えるよ。この厚みが最高。分厚いのに噛みやすい。トースターで焼き直すとお肉がジューシーザクザク衣でで大満足。ほんと胸すぎ。ナッツチョコパンとさっくり食感のスティックパイが好き。パイはサクサクしたカレー食感で、中はしっとりみっちりしててバター風味が美味しい。おやつ感覚で食べちゃう。抹茶エクレア美味しかったよ。中の抹茶ソースが甘すぎずちょうどいい甘さで美味しかったな。上にかかってる抹茶チョコがパチパチで食感が良い。うましいし、カロリー低いから大好き。ビターチョコだから甘さ控えめで、ザクザク食感出ても汚れないから好き。ココナッツのシャクシャクな食感が癖になる。これが美味しいおつまみに良い。ザクッとハニーチュロッキーが税込み127円でありがたい。ミスドより安いし美味しい。カロリーは無視する。ハニーチュロの形に揚げたオールドファッション、しつこすぎず重さもないから食べやすい。ずっとリピしてる。サラチキの梅しそ、オメガ、梅味でさっぱりして食べやすい。お肉も柔らかいし、酸味が強すぎないからサラダとか冷やし中華とか料理にも使える。前線のとんかつサンド半額シールの時たまに買う。分厚くて美味しい。めちゃくちゃ美味しい。ロースカツがもう分厚さが最高。やわやわで程よい食感。この分厚さでこの柔らかさはそうそうない。この濃厚な生チーズケーキ、最初違うスイーツだと思って買ってしまったんだけど、食べたら美味しくてびっくりした。しかも安い。何回か買ったよ。濃厚だけどレアチーズっぽい感じで、爽やかな柑橘系の香りがするお味。外側パリ、内側トロッと濃厚で酸味が多めのチーズケーキ、めちゃうまい。もっちプリン、プリンに添えられてるカラメルソースがエスプレッソ風味で、深いコーヒーの風味とカラメルの濃厚な甘さが味わえる。プリンが少し小さいからコスパ的には高いかもだけど、めちゃ美味しい。夏場はアイスミルクばっかり飲んでる。美味しいよ。これ美味しかった。セブンのやつみたいにねっとり食感ではないけど、果汁が濃くていい。これ美味しかったよ。生地がふんわりもっちりで、レンチンしてももっちり感があって美味しい。意外とカロリーが低めで嬉しい。293キロカロリー。アンクロワッサン美味しかった。トーストして食べたけど、生地がサクサクで中のマーガリンが溶けてジュワッとして、中の粒あんも甘すぎず塩味があって甘じょっぱくて美味しかった。昔リラックマのシールめちゃくちゃ集めてたな。今でテルシックワーサーも美味しかったけど、来週出るこれも美味しそう。ローソンはこれが私は好き。ご飯がいっぱい食べたい人にはおすすめ。これと好きな味の唐揚げくんとか幸せ。ナポリタンが好き。懐かしい味。昔懐かしい喫茶店のナポリタンって感じの味。太麺の甘口ケチャップが最高に美味しい。これ明太マヨソースキャベツ包み焼き、トカチバターのスティックパン、今まさにマイブーム。生地はややしっとりめで、ほど良い甘さがあってバター風味がいい。おやつにも食事にもいい感じ。生クリーム専門店ミルクとコラボしたスイーツパンは全部美味しい。これからも販売してほしい。ゴディバのカヌレ気に入ってて今日も食べました。小さいけどもっちりしてて洋紙の味が広がる。濃厚なチョコレートの味わいも楽しめる食感のカヌレで美味しい。外側の縁がカリカリで、あまり甘ったるくもなくちょうどいい甘さ。プレミアムロールケーキふんわりワッフル、カスタード&ホイップ。カスタードもクリームもふわふわで最高。
さてさてローソンで本当にうまい激推し品教えて最新版はいかがでしたか。僕は小籠包とか食べたことないので食べてみたいです。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは次回の動画でお会いしましょう。